それでは、改めまして総合千葉県本日ご来店くださいましてありがとうございます。今素敵なリハーサルを、お聞かせ、いただきましたけれども、ちょっと時間が早いようでございますけれども、もうご準備も整ったようでございますのでスタートさせていただきたいと思います。本日、演奏いただきますのは習志野市立習志野高等学校吹奏楽部の皆さんでございます。もう皆様よくよくご存知いらっしゃると思いますが、全日本吹奏楽連盟の常連校としてですね、千葉県の吹奏楽団体の顔でもある、高校さんでいらっしゃいます。それではですね、今一度大きな拍手でスタートさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。こんにちは。習志野高校吹奏楽部です。本日は千葉の文化祭にお招きいただきありがとうございます。元気いっぱい頑張ってまいりますので、皆さん最後までよろしくお願いします。さあ、1曲目まいりましょう。ということでパーカッションよろしく。Thank you.
先ほど公開リハーサルでボヨヨン行進曲ちょっとネタバレしてしまいましたが、そんなことは気にせずぜひ皆さん一緒にお楽しみください、またこちらの2曲小さい子にとても人気な曲となっていますので、知っている子は前のお兄さんお姉さんを真似しながら歌ってください。それではお兄さんお姉さんよろしく。次はアンパンマン体操だよ。それじゃあいくよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。メドレーです。どうぞ。
ありがとうございました。ディープパープルメドレーをお送りしました。さて、続いてお送りするのは皆さんお待ちかね野球応援メドレーです。はい、皆さんに習志野高校の野球について3つほど、嬉しいご報告がございます。まず1つ目、習志野高校野球部の3年生の古谷拓郎君、先日行われましたドラフト会議で千葉ロッテマリーンズに、6位指名されました。ありがとうございます。地元千葉の球団ロッテマリーンズで活躍する古谷選手、私たちもとても楽しみにしています。皆さんも応援よろしくお願いします。さて、そして嬉しいご報告2つ目、先ほど秋の野球の大会が、決勝戦終わったところなのですが、習志野高校の野球部、関東大会で4位ベスト4に入ることができました。ありがとうございます。4位に選ばれたということは、春の甲子園に出場する可能性がぐぐっと高くなったということで、もしも出場することが決まりましたら、私たち吹奏楽部も甲子園のスタンドで、力いっぱい美爆音を響かせてまいりたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そして嬉しいご報告3つ目、今から行う野球応援メドレーの中で新曲を披露いたします。ありがとうございます。昨日行われました準決勝でも、披露させていただいたので、知っている方はぜひ一緒に私たちと一緒に大きな声で歌ってください。それでは参りましょう。今回は、素早い切り替えが魅力的な、ノンストップメドレーで野球応援をお送りしたいと思います。それではプレイボール。Thank you.
続いてお送りする曲が最後の曲となってしまいました。あそこにずっと緑色の鳥がポツンといたので気になっていた方もいらっしゃると思いますが、続いてお送りするのは、千葉県の、公式キャラクター習志野くんのテーマソング「ドレミファ習志野」をお送りします。習志野くんというのは全身緑、口がタラコ唇の可愛い鳥となっていますので、皆さんこの子を見かけたら、あ、習志野市の公式マスコットキャラクターなんだな、持って皆さん可愛がってあげてください。それでは参りましょう。ドレミファ習志野です。どうぞ。この後、千葉県でもですね、北海道の10歳でさせていただきます。どうぞ、お願いします。
会の会場にお出かけくださいませ。また、習志野高校の野球部の皆さんもですね、吹奏楽部の運用を、これから、より人のところに、歩み上がっていくようにお祈りしたいと思います。お聞きいただいた皆様方も本日はどうもありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。